色紙や型紙をプリントアウトして、アジサイの花を作りましょう。アジサイの色紙は5色用意していますので、お好きなものをダウンロードしてください。こちらは花びら用、そして台紙用です。花びら用の型紙の裏にまんべんなく糊をつけ、色紙の裏に貼ります。太い線で4つに切ったら、それを半分に折ります。こうすると2ついっぺんに切ることができます。これを1個ずつに切り離し、周りを切り取ります。2枚くっついている場合は真ん中で切り離してください。花びらを全部切り終えたら、小さな丸も切っておきます。もう1枚型紙をプリントアウトしたら、太い線のところで切り、四角く切り分けておきます。この上に先ほど作った花びらを貼っていきます。まず左右に1枚ずつ、そして上と下、最後に真ん中に丸を貼って出来上がりです。拡大して見てみましょう。左右に1枚ずつ、それに少し重なるように上下に1枚ずつ、真ん中に小さい丸を貼る。これで花びらが10枚できます。台紙を半分に切って、丸のところに花びらを貼っていきます。花びらを裏返して、真ん中あたりだけ糊をつけ、丸のところに貼っていきましょう。3枚残りますから、真ん中の空いているところに貼ります。台紙が見えないように貼りましょう。糊が乾いたら裏返して、周りを折り込んでいきます。この時、できるだけ表から台紙が見えないように折りましょう。台紙を糊付けして花の出来上がりです。色紙の色や花を貼る向きで雰囲気の違うアジサイができます。この花に葉っぱを添えて飾りましょう。葉っぱの型紙は説明欄からダウンロードしてください。型紙を切り取り、画用紙の真ん中にスティックのりをつけて貼り合わせます。それを真ん中で半分に折り、線に沿って切り取ります。両面に印刷していますから、切りやすい方から切ってください。切り取ったカーブが向こう側になるように置きます。まず先から折っていきます。これを裏返して、次の線は向こう側に折ります。このまま向こうからこちらに、次はこちらから向こうにと折っていきます。細長い棒状になれば出来上がりです。これを開いて型紙を外せば、立体的な葉っぱの出来上がりです。貼る場所を決めたら、葉っぱから貼っていきます。葉っぱは折り目を潰さないように、根元だけ糊をつけましょう。その上からアジサイの台紙のところに糊をつけて貼ると立体感が出ます。カタツムリや雨粒なども一緒に飾るといいですね。